まあ、確かにね。はい、伊沢です。今日はですね、あと、28ですね、6月28で、あれだね、サイトも、とりあえず、作り終わるべきサイトは、まあ、作り終わったんで、前々から来たかったね、この鹿島様を見に来ましたね。いや、でも本当写真の通りで、なんかどうやらちょっとリニューアルしたくさいですね。はい。あ、鹿島様。あ、こういうのがあったんだね。まあ、福島でもまあ、あったけど、なんかこう、東北地方って、なんかこんな習わしがあるんだよね。で、まあね、鹿島様を訪ねて3000里とは行ったんでございますが、なんとですね、人生初の鹿島様を訪ねてですね、はい、ドン。やったことがあるやつはわかんだろう。はい。なんか知んないけどね、ネズミ捕りに捕まりましたね。はい。ちゃんと、コッコ菌だよ、コッコ菌。なわけで、やっちまいましたね。はい。まあ、サムネが何かわかんないっていう人はいたと思うけど、はい。鹿島様に会いに来るのに3000里というよりかは、まあ、マイナ2点です。プラス15000円ですね。いやー、さすがに、はい、ちょっと鹿島様を拝みながら、ちょっと懺悔の気持ちを込めつつ、ちょっと喋るわ。はい、なんだろうな、結局なんかね、全くね、ネズミ捕りがやってるとかを気づかなかったんだよね。すげえ走りやすかったし、だから、なんて言うんだろう、ボケーっと走ってたら、なんかね、変になんか路肩で動いてるおばちゃんがいたからさ、何やってんだろうおばちゃんと思ったら、まあなんか機械類が横にあったから、あ、とうとう俺が見る側ではなく見られる側になったなっていうことですね。そしてこの鹿島様に会うためにですね、ゴールド免許を犠牲にしてきましたね。はい。まあこれ福島の道祖神に続いて第2弾ですね。はい。じゃあこの何かいいことがありますように、ちゃんと払っとくよ。払うわ。何かいいことをね、はい、起きてほしいなと思います。それでですね、まあ今後の予定として、まだ残ってるのが7月の23か22、22、23、24のどれかで、電工2種の試験が始まりますので、まあ、ちょっとこれからずっとちょっと箱詰め、缶詰で、サイトを作ってました。外雲リプレイスの外雲な日々っていうサイトを作ってて、まあ、サンプル本を乱暴に編集したやつなんで、はい。で、あれをですね、やっぱりその僕の、なんだろう、備忘録のブログに、ですね、備忘録のブログに、まあ、外ごもりプレイスを混在させておくのはどうかなと思ったんで、まあ、とりあえずスピンオフをさせて、外ごもりプレイスだけは外ごもりプレイスだけのサイトで、外ごもりプレイスのことだけを書いておきます。で、まあ、YouTube チャンネルがね、これまためんどくさいんで、多分、あれはあれでやると思います。まあ、YouTube チャンネルもね、多分自分のなんか、備忘録的な、まあ、自分のね、こととか、結構バカがやりたいんで、もう、バカなことをしようとした矢先に、まあちょっとこういう天罰食らったんだけど、まあそういうバカなことを発信するチャンネルはチャンネルで、まあちょっと作っていこうかなって思います。で、結構自分の私生活とか、いろんなところを切り離してスピンオフをさせたサイトを、まあかなり雑に作っていっぱい、作ったんで、まあ、更新が続くかどうかは分かんないけど、まあ、そんな感じでやっていきます。道祖神様を求めて、まあ、ゴールド免許と、15000円払うということですね。あと、初めてスピード違反をした感想なんですけど、なんかね、10日くらいは猶予あるんだって、お財布の事情で、違約金が払えないなら10日くらい待ちますって言われたけれども、まあ、10日じゃどうにもならないよね。うん。お財布の事情まで、まあ、ちょっと気遣ってくれるから、日本の警察って優しいなって思いました。はい、あなたに会いに来る、代償がでかすぎた、はいという、今日でした。まあこれからちょっと通常営業というかいろいろね、サイトとか更新したりとかしていきますんで、はあ、はい。はい、ですね、こっちのチャンネルの、更新が久しぶりです。はい。まあ、島田泉こと島津でございます。ですね、まあ、立派な一物がですね、まあ、見えてるわけですよ。で、近づくと、まあ、これまた立派なわけですよ。で、なんか最近なんかこう、モツもですね、リニューアルしたらしいっすよ。まあ、結構仮来編からですね、虫が入ってしまって、結構ストックがいっぱいあるんですよ。はい。福島の道祖神を見に行った時も、かなり歴代の虫に食われてる、こう、ダメになったやつがいっぱいこう、あったんで、まあ、それもそれで面白かったですね。で、はい、これはですね、人生初のスピード違反ですね。まあ、さすがにね、4車線くらいあるところで、2車線しかなくてさ、前も後ろも車なくて、スピード感じないんですよ。ボッケーっと走ってたら、まあ、取られましたね。そりゃ、しちまうって。まあ、一応、鹿島様っていうのは、起源っていうのは、その、厄災とか無病息災か、それを願って、村の、とか集落の入り口に建てられていたものだそうです。で、そしてですね、こう、鹿島様の裏には、こう、多分おそらく鹿島様の持つストックであろう、まあ、棒が立てかけてありましたけど、これちょっと細いんですよね。なので、もうちょい太い方が多分しっくりくるのかなっては思ってましたけど、ちょっとここら辺謎っすね。まあ、この日の夜はですね、まあ、大学の先輩がちょっと来てて、まあ、違反金ドンマイみたいな感じで、これちょっと、おごってもらいました。で、これサムネイルアゲインですけど、まあその意味が分かったと思うんですよね。まあ、オープニングのこのサムネを見る限りは分からんという話です。この、鹿島様、あ、ダメだな、ダメだ、ロレーツが回らない。はい、もう鹿島様に会いに来るためにゴールドを失い、15,000円を失い、点数、マイナ2点を失いましたね。でも、マイナ2点で済んだから、まあ、まだいいかって感じですね。はい。ああ、なんかやる気出ねえな。まあ、うん、外ごもりプレイスはですね、違反切符を切られようが、それは、関係ないんで、まだね、ちょっと、建物の方で整備がまだ間に合ってないんで、開店休業状態が続いてますけど、DM もしくは Google マップから連絡をくださればですね、全然来てもらって構いません。こんな感じです。バイバイ。